皆さんこんにちは、徳島ヴォルティスの福岡翔太です。次はこのももの後ろをちょっと鍛えるトレーニングをします。ですね、さっきと一緒でバランス、ここから始まってこのまま伸ばして、で右足で地面、あ、じゃあ右手で地面をタッチ、起き上がる、タッチ、起き上がる。でこの時に意識してほしいのは、こう上げて下下がっていく時に目線を下まで下げない、ここを見るんじゃなくてちょっと前、イメージは自分の指先を見るイメージで上がっていく、自分の指先を見て上がっていく。はい、これも、どうしようかな、これはじゃあ10回ずつにしましょう。はい、皆さんチャレンジしてくれたでしょうか。あのトレーニングはプロサッカー選手にとってもとても大切なトレーニングになっています。時間があるとき、体を動かしたいなっていうときはああやってチャレンジしてくれると僕もすごく嬉しいです。そして今、コロナウイルスでなかなか外に出てサッカーを思う存分にできないと思いますが、手洗いうがい、体調管理を今はしっかりして、日々過ごしてください。そしてまた皆さんに、チャレンジ動画をどんどん発信できるように僕もしていきたいと思いますので、またチャレンジしてください。またねー。